どうもみなさん、こんにちは。こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、みなさん、ハンターハンターコラボガチャ、引きましたかはい。まあ、ハンターハンターコラボガチャ。ああ。うわあびっくりした。よっしゃ、嬉しい。やば。 今回なんですけども、ハンターハンターコラボガチャの交換所解説やっていこうと思います。で、交換所がですね、ゴンとメルエムしかないんですよね。そう、めちゃくちゃ渋られてるんですけども、まあ、今日はそんなね、え、ハンターハンターコラボの交換所解説の方をやっていこうと思います。はい。で、ちなみにですね、え、このイルミとかに関してはまたね、明日、無課金バージョンとして紹介します。はい。まあ、今回ですね、もうすでに実際に使っているこの二人をですね、評価していこうと思います。はい。 で、えー、先に言っておきますが、今回は S ランクのキャラはいません。なので、このキャラ交換しないと人権ぶっ壊れチート最強だよっていうキャラはいません。まあ、それこそね、クロロが交換可能だったら SSSS SS ランクくらいにはしてたんですけど、まあ、クロロ交換不可能なのでね、ちょっと残念ながら S ランク今回はいないって感じになってます。今日はですね、そんなゴンとキメランドの、えー、交換所解説やっていこうと思います。行きましょう。さあ、ということで、まずは A プラスランク、ゴンがランクインです。はい。 で、え、まずキャラからなんですけど、バインド封印スキビオンにボイス持ちで、え、23ターン変身キャラとなっております。はい。で、え、1段階変身後ですね、こちら、バインド封印10強2つ、無効間指悪魔キラーボイスです。で、10強2つあっても、まあ、この時点で結構火力は出せるんですけど、その後7ターンでね、3ターン指回復機の攻撃力3倍をしてから変身してくれます。最終形態30ターン後ですね、こちらになります。はい。バインド封印10強3つ、無効間指悪魔キラーボイス覚醒となっております。はい。 ま、あこの視点でわかると思うんですけど、火力自体は10強3つ無効感なんで、基本的に21億は出ます。で、複属性は火なんで、まあ、木がメインのこの性能に対してね、えー、あまり火は関係しないので、ま、ああんまり火力じゃないかなって感じなので、基本的に単体火力は21億が目安かなと思います。はい。まあ、火が消える場合もありますけど、大抵はま、21億メインになると思います。で、えー、スキルが、ま、あこれね、強いとも弱いとも取れるスキルで、HP が1になり、5ターンスキル使用不可、回帰力が激減。ここまでは最弱なんですよ。 えその代わりですね自分と木の攻撃力が10倍敵の HP40% 分のダメージになりますはいで、えー、これですねまあ分かりやすく言うとえー、まあこれのスキルを使った瞬間に次のターン大抵負けますだって HP が1になってスキル使用負荷で回帰力激減するんだからただその分ですね ぶっ壊れた火力が出せるようになるのと、えさらに40%無条件グラビティが打てます。はい。で、これはですね、最大 HP 基準になりますので、いつ打っても40%のグラビティが入ります。なので、あのー、割合じゃないんですよね。70%からの40%削るんじゃなくて、70%から40%無理やり削るから30%になるんですよ。そう、だから70%から28%削るわけじゃなくて、70%から40%削れる固定グラビティなんで、 なので、このグラビティはね、もう無条件で敵をね、あ倒すことができるって感じになってます。まあ、その分1ターンでね、撃てる代わりにね、ちょっとね、ほんとデメリットもでかいんですよ。で、リーダースキルは木の6個月収ダメージを半減4コンも加算、固定999万ダメージ、木の HP が2倍、攻撃力は23倍です。で、リーダースキルは強いですね。HP2 倍半減持ちなんで、で、4コンも加算に固定99万で、軽く23倍と、もう本当にぶっ壊れてるリーダースキル持ってますね。まあ、 似てるキャラにノーチラスがいるんですけど、ノーチラスはね、25からの6ターン変身で、えー、木の6攻撃して、ニコンボカさんに固定500万。で、HP2 倍半減に軽く25倍なんで、まあ、どう考えても強いですよね。そう、でもね、ゴンの弱点はやっぱりこのスキルにあって、これがある意味強いとも取れるし弱いとも取れるんですけど、最後決めるスキルとしてはもちろん強いんですけど、道中このスキル自体はほぼほぼ打てないんですよ。てか打てないんですね、絶対に。なので、例えば、 ノーチェラスとかクリスマス、えー、ごめん、待って、な、クリスマスメノアとかって、道中でエンハンスプラス規制性として使えるんですけど、ゴンってスキル一枠、軽減ループとかで運用する必要があって、このキャラ自身では火力が出せないんですよね。だそこがちょっと残念かなって感じではあります。た ただまあ、相方次第ではかなり化けるのかなとは思います。これがゴンですね。で、A プラスランクの理由として、まあもちろんキャラがね、悪くないのもあるんですけど、えー、それに加えてやっぱり武器がね、かなり将来性は高そうな気がします。えー、スキブに、封印に、亀裂3つに攻撃強化持ちです。はい。まあ、スキルブーストあって亀裂3つ持ってる視点でめっちゃ強いんですけど、それに加えてスキルが1ターン指が3倍、ルーレット1個生成、3ターンヘイストです。はい。 なので、序盤ね、ルーレット生成で、指生成も、指延長もあるんで、まあ安定して盤面供給できるっていうところ、まあ対策、あ、耐久ですね。耐久の時とかに、まあ例えば木の6個消しと回復音消しがね、2セット組みたいとしても、このルーレットがあれば十分組めますし、かつまあ3ターンヘイストがあることでね、あの序盤のスキルダメとしてもこのスキル使えるんですよね。 なので、貴族性パーティーの序盤の安定感としてはずば抜けて優秀な武器になっているので、まあ、貴族性パーティー全般、まあ、亀裂パーティー全般で使える武器ということで、まあ、武器性能はかなり評価高いかなと思ってます。まあ、個人的に武器性、あの武器性能だけでもね、S ランクぐらいはあると思うんですけど、まあ、キャラの評価も踏まえると、えー、プラスランクぐらいになるかなとは思います。はい。 もちろんね、取っておいて損はないキャラなんで無理して取るのはね、問題ないですが、貴族性使う予定がない人とかね、現環境あんまり別に例えば、そうだな、貴族性のサブが揃ってないよとかって人に関しては、えー、スルーするのもありなんじゃないかなとは思います、えー。これが現状貴族性最強リーダー候補のゴンとなっております。まあ、僕はね、正直使った感想としてはね、環境最強リーダーに入ってくることはないと思いますので、まあ、グラビティ自体はね、替えの効かない面白いスキルではあるんですが、それを踏まえてもプラスランクが妥当じゃないかなと思います。さあ、続きまして、 ランクですね。こちら、キメラントの王となっております。はい。メレイーマーはね、A プラスランクではないです。あくまで A ランクです。はい。えー、バインドスキブ3つ封印ボイス持ってて、24ターンでダメージ無効スキルを打って変身可能です。はい。で、その後ね、バインド10強2つ封印指、神キラーボイス覚醒で、こちら2ターンヘイソで変身可能です。24からの6ターンで変身して、こちら最終形態です。バインド10強3つ、えー、ドッドロップの加護、封印指、神キラーボイスです。はい。 で基本的に毒消して立ち回るのでえ基本250倍出ます。副属性まで裏乾燥しますね。21億くらいは出ますね、絶対。で、神キラーもあるので、キラーが乗る的には25億ほぼ確定で出るって感じになってます。はいなので、種属性、副属性合わせて50億出るね、キャラになってます。はい。で、スキルは3ターンでダメージ無効貫通。 全ドロップのロックを解除し、えー、木、闇、回復、毒に変化となっております。はい。まあ、ダメージ無効スキルもありますしね、ロック解除音食人もあって、しかもこれが3ターンなんで、えー、メルエムループ自体はかなり強いかなと思います。リーダースキルもね、闇の HP が1.8倍、7コンボ以上のダメージを55%軽減。固定1ダメージ、毒か猛毒を消すと、攻撃力が30倍、3コンボ加算となっております。はい。なのでね、リーダーとしても悪くない性能をしててね、HP1.8 倍、55%軽減で、かつね。 30倍倍率ですからね、これ。で、3コモ加算もあって強いキャラとなってます。はい。じゃあなんでこんな強いのに A ランクなのかって言うとですね、あの、シンプルに使えません。 はい。これ理由がありまして、えー、唯一使えるのが4次元なんですよ。4次元においては、ループができるんでね。あの、もちろん悪くはないんですけども、まあ、そもそもまずね、多次元。えー、多次元に関しては、あの、同キャラ禁止なんで、根本的にダンジョンに入れません。はい。あの、ループする場合はね。で、かつ、0次元、多次元、これどちらも、毒ドロップが降ってくると、敵が発狂します。はい。なので、あのー、 毒ドロップが降ってくると発狂する敵がいる以上、このキャラたちを実用的に使うことっていうのはできないんですね。このキャラたちっていうか、メレンもね。そう。で、まあ、気候上もあの毒ドロップ発狂も,もちろんいるので、雨宮がね、いるんで。 基本的に毒ドロップが盤面にあると発狂する敵が多い現状、わざわざメルエムループを取る必要性がほぼほぼなくて、で、このためにじゃあメルエムって基本的に2体入れて使うことがまあ前提になってくるんですよ。フレンドも含めると合計3体ですね。3体でループするのが前提になってくるんですけど、じゃあ自分側2体確保して、いける壇状が4次元だけですってなった時に効率がいいかって言われれば、まあなかなか良くはないと。 キャラとしてはめちゃくちゃ面白いんですけど、そのおもろいキャラを運営自身が潰してる現環境なんで、まこれを踏まえるとですね、無理してメリムを確保する必要性はないのかなと思います。はい。実際、毒ドロップとかお邪魔ドロップを使うパーティーが未だに使われてない現状ってダンジョンで使えないからなんですよ。だから強いキャラっているんですけど、昔ね、バクラとかいうキャラがやらかしちゃったせいで、そう、あの、毒ドロップ環境完全に対策されちゃったんですよ。バクラが強かった時にね。そうだから、 現状ね、あの、わざわざ、毒ドロップを入れるような編成を無理に作る必要はないので、えー、残念ながら、えー、メレブに関しても、当然、えー、A ランクとなっております。まあ、それでも A ランクに入ってくる時点でね、あの、4次元とかではもう本当に優秀なキャラですし、ダンジョンによっては面白いんですけどね、ただまあ、あの、基本的にソロで使うことが前提になってる以上、降臨ダンジョンとかぐらいかな、使えるとしたら、そういう系では強いと思うんで、まあ、そういう系で使いたかったら交換してもいいですけど、なかなか降臨ダンジョン系で2段階変身っていうのもね、ちょっと大変ではあるので、 まあ、ってなると、まあ、あんまり、そうですね、無理に取る必要ないのかなと思います。はい。で、まあ、ちなみになんですけど、メレームね、もちろん武器があります。はい、メレエム武器ですね。えー、こちらになります。はい。キコンボ強化、チーム HP3 つ、そして HP 強化で、スキルは9ターンランダムルレッティコ生成に指が1.5倍、属性吸収無効が18ターンです。で、武器自体はやっぱり強くて、 あの、スキルがこれね、これ9ターン、ルーレット1個生成、指1.5倍、属性吸収無効なんですよ。これ9ターンなんですよ <laughs>。なので、もうこれ1回撃っておけば、周回してる時とかなら、もう一生属性吸収無効ができるっていうね、武器なんでえ、この武器自体はめちゃくちゃ強いです。はい。めちゃめちゃ強いです。ルーレットもあるんでね、めちゃめちゃ強いんですけど、まあ、わざわざこの武器のためだけに交換するほどかと言われれば、めちゃめちゃ強いんですけど、 めちゃめちゃ強いことを前提にしても、まあ、あんまり、そうですね、無理に取る必要はないかなと思います。まあ、ただ、この武器自体はね、あの本当に将来性高いと思いますので、持っておければ絶対強いと思います。ただ、あの、コストがどうしてもね、そう、メレエムとか、ねゴンって、発射なフェスゲン4体なんですよ。5体か、5体なんですよ。 星の発言5体を、じゃあこの武器のために使いますっていう人がいたら、やっぱ武器のためだけに交換するのは本当に素材に余裕がない限りやめた方がいいと思うので、まあ、僕はあくまでお勧めはしないかなって感じになってます。はい、まあこれがね、ゴンとキメラントの王の評価となっております。はい。やっぱね、コストが高い割にね、そんなに頻繁に使うわけでもないですし、じゃあ将来性が高いかと言われれば、 どうしても変身キャラでかつ2段階って視点でね、そう2段階変身キャラってサブ運用とかも難しいしね、リーダー運用が多くなってくるキャラとしてはあるので、まぁちょっとキメラんントの方だけはね、本当にあのメルエムだけはね、運営が出すダンジョン次第ではこれから刺さる可能性少しあるとは思ってはいるんですけど、まぁでも、うん。 だからと言って2体確保してまでって言われたらそれはおすすめできないんで、えー、評価としては僕は A ランクかなと思います。はい、まあという感じがね、今回のハンター×ハンターコラボガチャの交換所解説でした。まあ今回ね、あの2体いるんですけども、 ま、ゴンに関してはね、ちょっとほんと未知数で相方次第で、メレウムに関しても敵キャラ次第ではあるんですけどもね、あの、持ってないとして損することとかないと思いますし、じゃあこれが人権クラスぶっ壊れ最強キャラになるかと言われればそういうわけでもないと思いますので、ま、そこら辺踏まえてね、交換の方をしていただければなと思います。ということで今回の動画は終わりになります。チャンネル登録はぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。